で、前回、その、折口先生が戦争中に書いた、自分で自筆の原稿というのが残っていまして、その、日本の総意、日本人の中国文学の影響とかいうふうなことではなくって、源氏物語の中に日本人の根負いの思いを発見した、見出していこうとする、そういう気持ちで書かれた論、それが昭和18年か19年かに書かれているということ。そしてその中では、源氏物語っていうのは決して中国の新鮮端というふうなものの刺激、あるいは影響によって生まれてきたというふうなものではないんだ。あるいは仏教説話というふうなものから生まれてきたというのでもないのだと。まあこれは、江戸時代なんかに寺社や、あるいはお坊さんから源氏物語がいろいろこう批評せられたり、あるいは非難せられたりしたことともまあ響き合っていくわけですけれども、日本人の心に生まれ育った物語なんだということを書いているわけですね。まあ、その論を大体こう、先生の叙述を追って紹介していったわけです。あと、ちょっと少し残った。その残りのところを申し上げておきます。前回挙げましたように、主として女性に関する丹後の不時の一文の肘山の頂の清らかな水を求めて天から下ってくる天女がこの世の老夫婦に足止めをせられて、そして人間世界にとどまらざるを得なくなる。そしてその老夫婦にいろんな恩恵を与えるのだけれども、すっかり家が富み満ち足りてしまった老夫婦は、この天女をもう追放することになる。で、天女はさすらっていって、やがてその命を終わる。終わったところで、南雲社、我が心ここに来て眩しくなりぬ、ここに来てやっと私の思いは静まった、つまり自分を人間世界に足止めして、そしてさまざまなことを要求して、その果てに自分を追放した、その老夫婦たちに対する怒りや悲しみ、いうふうなものが、ここまで遍歴を経てきて、やっと穏やかになった、和んだ、と言ってそこで命を終わったという、その、まあ、古風な、そして女性を中心とした
紀州流離譚ですね。天界の乙女の人間世界への流離をしなければならない、さすらいをしなければならない運命。そして神として天上していったという。それは、かぐや姫の運命というふうなものとまた重なってくる、ある類似性を感じさせる物語であるわけですけど、そういう肘山の天女の話、あるいはかぐや姫の話というふうな女性を主人公とした紀州流離、それに対して第二の紀州流離とも言えるのが、この光源氏を主人公とした須磨明石への流離ですね。それは物語の上では一番具体的には、出生の時から生まれた時からの源氏のライバルの家筋である右大臣家、古貴殿の女房をはじめとして光源氏に対して全部悪意を持っている右大臣家の中で、ただ一人源氏に心を寄せている女性、おぼろつくよの内子の神ですね。その内子の神として宮廷に上がっている女性との間にことがあって、そしてそのことで流されたような形になっている、あるいはさらに深く辿っていけば、父の切壺の帝の後沿いになる富士壺、その富士壺の姿形と非常によく似ている自分の母親、生みの親である切壺の行為、人々が幼い頃から亡き母に似ている似ているというふうに噂する、その富士壺への志望というものがだんだんと深まっていて、そして二人の間にことが起こる、そういうことも源氏の須磨明石への遍歴の原因になっているわけでしょう。しかし物語の上では源氏は流されたという形では語られていない。ただ読む人の心にそういう連想を起こさせるような伏線として当然、そういうことがあるわけですけれども、しかし、罪の処分として光り輝く物語のこの主人公が流されたんだということには語られていないわけですが、しかしとにかくそんなふうに入るせられたと等しいような形で、須磨明石での苦しみを体験しなければならない。それは当時の都の高貴な人の体験としては
かなり厳しくって、この世での地獄を見るような、そういう苦しい試練であることは確かですね。入る流産の苦しみのある限りを体験させられる若き光源氏、そしてなんかその光源氏を怪人が この世ならぬ世界へこう誘っていこうとするいうふうな場面もあそこで出てきますね。天変地異の非常に激しく起こる中で苦しい体験をしなければならないというふうな、当時の貴族社会の人としては非常に稀な体験まで光源氏はさせられるわけです。で、そういうことがいくつか試練を経た後に源氏はまた都へ召し返される。まあその間の紫の上の一方の女主人公である紫の上の内面的な苦しみっていうのは時々出てきていたわけですけれども。で、それが、まるで花のつぼみがほぐれるような感じで、光源氏が都へ召し返される。まあその前に、明石の一族との結びつきがあるわけですけれど。明石の入道、あるいはその娘との結ばれる話があるわけですけれども。あれはね、ちょっとそういう異常な体験の中での、都などの世界とはかけ離れた、ちょっと別天地での光源氏の体験のような物語の部分ですね。しかしそれがまた、そういう流され人のような苦しい体験が一挙に拭われて、晴れ晴れとして都へ帰ってきた後の光源氏の生活の上に、一つの明るい条件、子供をあまり持つことのできなかった光源氏に、明石の姫君の産む子供たちが非常ににぎにぎしい感じを与えるいうふうな形になって、まあ報われるところがあるわけですね。まあ前にもちょっと触れました、玉かつらのような女の騎手流離譚、あるいは紫の上のような女主人公の騎手流離譚、そしてこの光源氏の男性としての騎手流離譚いうふうなものがやはり重なっている。折口の騎手流離譚という日本文学の上の大きな特色の発見というのは、もちろんもっと古い神々の世界の中でもあるわけですけれども、大国主なんかもそういう騎手流離する神の代表的な神ですけれども、しかし一番物語的な形での
岸琉璃譚っていうのはやっぱり源氏物語の中にあるわけですね。多様な形で光源氏の岸琉璃譚、玉桂の岸琉璃譚、若紫の女の岸琉璃譚、男の主人公っていうのは源氏物語の光源氏なんかの場合はね、この世の最高の男性、それからまあ女性の場合には男性とはちょっと違って神に仕える宗教的な力を持った女性、婦女的な性格を持った女性、その女性もまた岸琉璃譚的な体験を経なければならないというふうな形であるわけ。そういう男の琉璃譚と女の琉璃譚というふうなものがまた織り合わされている。そして物語が大きく広がっていくわけですね。こういうところも中国の神仙譚というふうなものとはかなり違った趣を持っているというふうに折口は言うわけです。神の人間界に現れた姿を説く古い神道伝承から転じて小説化する大きな系統の一つであったというふうに、書いてます。で、この男性を主人公とした琉璃譚的な物語、あるいは神に仕える女性を主人公とした琉璃譚的な流れというのがやはり二つの大きな流れになって、で、その一方が、この世で、最後まででも美しい面影を保ったまま、世を去る、紫の上の死ぬ場面というのは、決して年を経て、老い衰えて死んでいく女性の形ではないですね。美しいまま、その義理の母親に若い頃から憧れを持っている、その子供の心にも最後まで美しい人だという思いを残したまま、まあ、光源氏にはもちろんのこと、その義理の子供の上にまで美しく艶やかな姿を残したまま世を去っていく。で、その後の、あの光源氏の喪に服した一年間の生活というものを、まあ、語り終えた形で、この物語が大きな男女両主人公の話を閉じていく。まあ、そんな風に見て、これは日本人固有の神の物語、あるいは神の心を最も近々と細やかに知ることのできる
聖なる婦女の物語、それが大きな終末を遂げていくんだ。尊い神のごとき主人公、美しい婦女のごとき女主人公が結婚して、それからまた物語は連綿として続くのである。そうして中世の、つまり中津よ、中世の普通、日本人としての高級熟成の時期が過ぎるまでも、男女の結婚しての、本当に、生活を共にした熟成の時期が過ぎていくまで久しく共にいて、紫の上が美しく死ぬ。すると一か年の間、源氏の寂寥憂鬱の生活が続いて、後またこの貴人も円熟した生活を終える。その間、あたかも一年間、絶対の物意味に服する人のごとく、一歩もかの電車を入れず、いろいろな形において、年長く愛し続けていた一人一人の夫人たちにも、会うことなく、ひたすら、庭前の壺洗剤、庭の植え込みですね。あれが、貴族の屋敷の一つの非常にシンボ聖なるシンボルなんですね。庭の主の常にいる間のその眼前の壺洗剤、そこに植え込まれている木々、あるいは山水を模したその庭の佇まい、それを眼前にして静かに思いを凝らすという。これがいつでも、もう桐壺の巻から、あの桐壺の行為を里に下がらせた桐壺の帝の物思い場面から、折りあるごとにこう、重要なところで、その場面がこう繰り返されるような形で出てきていて、そして最後は紫の上を亡くした光源氏の物思いいうものがまた同じ情景を前にして思い深められていくという形になってますね。桐壺の巻を別名、壺洗剤の巻という、その同じ思いが、紫の上が亡くなった後の、あの一年間の光源氏の生活の上にも、なんか、蘇るような形で描かれてきている。で、まあ、雲隠れの巻になっていくわけですが。ただ、この論文のところでね、最後のところ、雲隠れの巻ですよね。その雲隠れの巻、空白のままの雲隠れの巻なんですが、そこのところをどう、なんか先生が錯覚していられるわけですか。この論文の中では、夢の浮橋の巻となると書いてある。これはさらに宇治十条続いて、その最後の巻が夢の浮橋の巻
なんですね。これももちろん、大きな物語の終焉を感じさせる、名前の付け方ですけれども、しかし、ここのところでは、紫の上がなくなり、そして、物思いの一年間が過ぎる。そして、ただ、薪の名前だけがあって、内容は空白にされたままである。というのが、雲隠れの薪なんですよね。そこのところがちょっと、この論文の中では、先生錯覚を起こして、夢の浮き足の薪の、というふうに書いてしまっていられるわけ。それは、その夢の浮き足の巻、昔から人生の空虚を象徴するために、これに当たる巻の名と、全然、無一字、もう一字も言葉のない巻の内容を、その、持たせているのだ。まあ、それは、雲隠れの巻と、正しておいても、その気持ちは、まあ、大体わかるけれども、ちょっとこのところは、先生、錯覚して書いてるところです。で、その、雲隠れの巻は全く何にも一字の字もなかった巻なんだというふうに、言われている。そのことを信じる人も多いが、私はそうは思わぬ。これは単に絵ばかりあって、言葉書きのないものであった。そうして、その、絵模様の名を示すごとく、生から死への夢の、幻のごとき橋を意味するもので、つまり、夢の浮き橋という、ね、紫の上もなくなり、光源氏もなくなった、その後の巻が、夢の浮き足という名前に名付けられているっていう錯覚をしてしまったもんだから、そういう形で、生から死への夢も幻のごとく、橋を意味するもので、それはまた、もう一つ、葬場への架け橋の名でもあった。お葬式の場へ行くための架け橋の名前、それを夢の浮き橋と言ったんだというふうに言ってるわけです。葬儀の式を細やかに図示したものと考えている。ただこれは、ちょっと、宇治十条の話も終わった後の巻の名前ですから、そこのところが違っているわけです。そして、その、最後の巻、源氏の54条の54番目の巻は、そういう生から死への幻のごとき架け橋を意味するもので、また、お葬式の、を行う場合、場面への、架け橋の名前でもあった。そしてそれは言葉がなくて、絵だけの巻であって、葬儀の式を細やかに図示したものと考えている、というふうにあるんですが、これはちょっとそのね、順序が、
宇治十条のところを先にこう行ってしまっているわけで、ここのところは、本当は、雲隠れの巻のことを言っておいてもらわないと困るところなんです。で、源氏と紫の上との二つの第一次物語、まあ、紀州料理譚と言ってもいいわけですが、しかし、源氏の要素、源氏物語の要素になっている第一次の大きな物語。それはどこまでも並行し、また、合一して走って、一つが止まったとき、他の一つも、しばしはせせらぎを続けていたけれども、やがては静止して、共に地下水として影を没するのである。まあ、地下水としてっていうのは、最後の巻などが、雲隠れの巻となって、言葉を持たないで終わってしまっている、そういうことと重なってくることでしょう。それからあと少しこう、光源氏と紫の上と男女両主人公を中心とした巻の中にこう、ハーキーとか、ウツセミとか、ユーガオとか、いうふうな、いわゆる、並びの巻ですね、が加わってくる、そういう順序やなんかのことに触れて、これは後に、もう少し、時代が、戦後の時代が経ってから、源氏物語の構成論として、何人かの学者たちが、非常に緻密な論を展開するところですけれど。そのことにちょっとこう触れたような言い方を してはいるんですけど、深く構成論には入っていかない。そういう、もう少し新しい意識での作者の構成論というふうなものには入っていかないんです。終わりのところが、なんか少し物足りない。ですけれども、とにかく、名古屋社の天女の話、あるいは、かぐや姫の話のような、女性の遍歴譚、紀州料理譚と男性の紀州料理譚の細やかな合体の形として日本の神の物語、それから神に仕える神の言葉を聞く、神の意思を聞くことのできる婦女のいなければならない紀州料理的体験。その二つの合体というふうなところで、源氏物語は、日本的な発生の原因を確かな形で持っている。中国の新鮮譚などとは、類を異にする形で、生み出されてきた物語なんだという、まあその論は、一貫しているわけですね。それと、早く書いた
見やすんところのもののけの問題。それをこれだけ緻密に辿ったのは、折口のこの論が初めてということなんですね。